鳥の中で一番早く飛ぶ鳥は何だろう。答えはハヤブサ。急降下する時の最高速度は時速300キロ。新幹線の速さが320キロだから同じくらい。崖とかの高いところで待ち伏せて、鳩やヒヨドリなんかが来たら急降下して鋭い爪で狩りをするんだ。ハヤブサってタカに似てるよね。でもびっくり、 DNA を調べたらハヤブサと似ているのはインコやスズメに近い仲間だってことが分かったんだ。つまりタカと似ているのは他人の空似だったってわけ。びっくりだね。今日も見てくれてありがとう。またねー。